うわあ、なんでついてくるんだよ。行き止まり。もう逃げ道がない。よし、立ち向かおう。うわあ、僕が勝ったよ。でもちょっと粉を飛ばしすぎちゃった。クラクラする。ください、勇敢なクッキー。わあ、本当に起きた。勇敢なクッキー。いちご味クッキーに魔導士味クッキー。君たちも魔女から逃げてきたの？うん、それがあのね、すごく暑くて目が覚めたの。それでその時、魔女がクッキーを捕まえて食べる姿を見てしまったの。すごく怖くて、とにかく逃げなきゃって。足音が大きすぎて気づかれないか心配だったけど、なんとか逃げ出せて。それからひたすら走ってここまでたどり着いたの。やっぱり魔女って怖い。ところで君たちは？クッキーではなさそうだけど。僕らはシュガーノーム。森で倒れていたクッキーを助けたんだ。しかしクッキーがこんなにいっぱい。これで夢にまで見たクッキー王国が作れるぞ。わあ、ありがとう。でも、クッキー王国って？まさにここだよ。君たちが今立っている、この場所さ。クッキーたちが姿を消してだいぶ経っているけど、君たちが来るのをずっと待っていたんだ。ここはもう君たちの王国だ。早速、王国の名前を決めよう。本当にここを王国と呼べるのか？ただの廃墟に見えるけど。確かに今はあれこれ倒れてるけど、昔はとっても素敵な王国だったんだ。魔導士味クッキー、クッキー王国なんて素敵じゃないか。勇敢なクッキー、今ここにクッキーは何種だ？僕たち3種だけど。王様は誰だと思う？まだ決めてないでしょ。君、王国って概念わかってる？喧嘩しないで。歓迎の意味を込めてクッキーハウスを作ってあげる。クッキーハウス？うん、クッキーたちが安らげる家のことさ。え？僕に家ができるの？